ジャンプしながら置くっていう高等テクニック使います。見ててください、これが本当のアスレ勢の実力です。はい、成功しちゃいましたね。こう前回と全く同じオチを作るかと思われたけどクリアしていく。どうも皆さんこんにちは、コマフフです。ということで今回ですね、前回やった絶対にクリアできないマップがあるらしいってやつの2ですね。早速やっていきたいと思います。よいしょ。おっと、石が配られた。これね、置ける場所がね書かれてんだよね。多分前も同じだったように、これも最初はチュートリアルのようにね。いけるかな、12345。いけるね、12345。いや、これクリアできないと言いつつ、ちょっとクリアできる道筋がどっかにあるんで頑張っていきたい。え、原木でしょ。え、これ原木じゃないの。破壊できないぞ。え、これは原木じゃないのか。ちょっと待って、じゃあ違う原木があんの。見当たんねえな。あ、これ違う、これ違う、本当に違う原木あった。ダークオークの原木、草ブロックに配置する。これいけねえよな。これ木から飛び移るのか。ってことはどっかからこっちかな。なんかこれを置いて飛べるところあるかな。こっちはないな。あ、いけそう。ここはもはやそのためにあるんじゃね。え、微妙。あ、いけるな、これ。置ける？あ、置けた、置けた、置けた。行ってみよう。いけた、いけた。これは、ん？あ、これも、多分、これ普通にアスレだな。ここ。あ、待って。ちょっと。今のは目をつぶってください。ごめんなさい。何やってんだ、俺。はい、ここを。いけたね。合ってる。やった。そして、配られたのは、原木を壊せる棒と、石レンガにおける木材。石レンガってこれか。これ壁？壁にも置けんのか？あ、置けるわ。ちょっと待って。これやり直せるから。まあ、その前に、ちょっと、ここ入っていこう。かまど、ないね。こっちは？あ、原木あった。これを壊すのか。でも、これをどっかに置けんのかな？白樺の原木。これは、わかんない。ここを、え、ちょっと待って。え？ちょっと待って。これいらなくね？今ちょっと天才的な発想が浮かんだぞ。ちょっと待って。ここ、ここで、ほら。あ、こういうやつなのかもね。これ罠か。めちゃくちゃ頭いいな。普通に騙されたわ。鉄ブロック、これはネザー水晶に置けるんで、なるほど、ここに置いて。これ前もあったな。あ、そこかな。あ、いけた、いけた、いけた。うっ、でー、きつ。え、どういくんだ。こっちにじゃあ置いてみるか。待って、なんかあるんだけど。これはしごだよね、絶対。合ってた、なるほど。これわかんねえぞ。じゃあ、ここ普通にアスレチックで行って、で、ここに鉄ブロックを置いて、あ、待って。違うな。いや、あのね、多分、はしごは合ってるんだけど、これ、ちょっと考えるわ。そこに置ければいいんだよな。一番は。ちょっと待って、はしごから置けるかな。あ、きついきついきつい。ジャンプしながら置くっていう、高等テクニック使います。見ててください。これが本当のアスレ勢の実力です。はい。成功しちゃいましたね。こう、前回と全く同じオチを作るかと思われたけど、クリアしていくスタイル。さあ、ここはなんだ？なるほど！ここ多分落ちたら戻されるやつだな。なるべく前に落ちたい。きた、うんま。うんま。いいね。俺、この道で行けるぞ。はい。はい。あ、で、俺今ちょっと無意識で、なんか先に前にあったからハーフブロック使ってたけど、この判断はすげえ正しいんじゃないか。多分、これ、
そう、鉄ブロックは重ねられるからこう乗せてって、赤い砂岩のブロックでこうやってねやってくわけですよ。はい。あ、バカした。ちょ待って、バカしたなこれ。アホだな。あ、モンスター湧いてる。ちょっと待って、あのハーフブロックを置いたせいでちょっと1個ここに置かなくな、な、いこ、お、ちょっと待って、めちゃくちゃ動揺してた。6、5、4、3、あと3つでいけると思う人、僕いけると思います。2、1、余裕でしたね。余裕でしたね。おっと、木のシャベルドロップ増加、エンチャント100、めっちゃドロップするぞこれ。でそこにクラフティングテーブルがある。で多分ね、こん中スポーナーあるよね。なんかあれない、あるよね。なんかめっちゃいた、いた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 。あ、全然ダメージ食らわないってことは、こいつらから落ちる何かでクリアしろっていうことですね。うえ、めっちゃ落ちる。え、なんだ、ゾンビ肉とか変換できないじゃん。で、え、こいつが、こいつなんかブロック系の落としたっけ。え、草ブロックとか、あ、鉄が落ちた。鉄で、あれで鉄ブロック作れよっていうことかな。え、スケルトン、待って、スケルトンでもいけるぞこれ。こいつがもし弓と矢を落とせさえ、え、めっちゃ落とすやん。一匹で十分。これゾンビを取って、ちょっと長い時間やってるか、ちょっと待って、これいけるかな。自分に弓矢が当たればいいんだけど、ちょっとほら、弓矢は結構攻撃力ありますからね。よし、これ自分に当たるかな。えへへ、いけたんだけど、いけたぞ。え、いけたわ。めっちゃ頭が冴えてるのかもしれんな。なんだこれは、これはなんか、じゃあブロック掘れってことかな。赤い砂岩ハーフブロックを掘り当てるんですね。じゃあこれは、これでも砂岩ですね普通に。え、これこれ、このハーフブロックなんか意味あんのかな。このじゃあ穴、穴がある、ある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 、1個2個、マジか。これでじゃあ、え、これクリアできないよね。え、ちょっと待って、砂と赤い砂岩に置けるから、これ待って、距離が足りねえな、距離っつうか高さが。え、これどうすんだろう、置けない、いけない。え、どうやるんだ。ちょ、もう一回もう一回もう一回、これまだあるかな、こことか。ないね、ないぞ、ここもないよね、赤い砂岩。多分ここにも置けねえから、置けないし壊せない。これ迷ったな、どうしよう。待って、でも今ちょっと自分の中で一つの案を浮かばせたんですけど、1個前のステージで弓をゲットしたじゃないですか。でそれをあそこのボタン、リセットボタンを踏まないでここに持ち込んで、弓矢を持ってここで当てるっていう作戦、行ってみましょう。行ってみましょう。それしかやる道はない。さあ、おっと、え、ドロップ増加100が強すぎる。強いな。いきまーす。あ、惜しい。これでもさ、1000メートルアスレのさ、最後でさ、弓矢とかよく当たるからさ、これよく、この技術は結構すごいと思うんだけどな。で、ここで、これいけるよね。これいけるよね。グレーだけどね。グレー寄りの黒かもしれない。取る。よし、取れた取れた取れた。行くぞ！これいけるのか。こうやってわかんない。頭を使うことも、このマップの前提とされてるのかもしれないですね。さあ、これで、置いて いって、弓矢を当てる。当て、ちょ、難しい難しい。当たんね、当たんない。よし、行った。ここは、待って、え、あそこにガラスがある。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。でも1ブロックしかない、多分。てか、あの地図でリセットできてたんだけど、地図が消えてるんだよね。ここを逆転の発想で
勝ちに行きましょう。あ、なるほど、わかった。これこうやって置いてどんどん置いていくんだ。ちょっと待って、投げれるか。こうやって、はいはい、え、なるほど。え、これだったらクリアできない。これを、まあ、でもちょっと待って、これ上に行ったらどうなるかっていうのがまだわかんねえや。とりあえず集めていこう。よし、もうしばらく行ったな。めっちゃつなげましたね。これやっぱネザー水晶ブロックに置けるんで、一応外まで出れるな。ちょっと待って、怖えな、ここまで来たけど。でもまあこのまま上を目指すのかな。ちょっと待って、あ、え、なんもなくね。まあいいや、とりあえずつなげて。おっと、変なところ、え、システムリストアード、あ、これクリア？あ、サンキューフォープレイングって出た。ってことはクリアなのか？待って。これ雲の巣に落ちたらどうなるの？じゃあ。いきまーす。え？前は、なんかシステムエラーみたいのが出て、まあそれは絶対に本当にクリアできないマップだったからなんだけど、お、これ落ちて、あ、やっぱなんもないんだ。なんもないし、多分このマップもなかったんで、あ、じゃあもうここに落ちたらゲームオーバーだな。怖っ。っていう感じでした。なるほど。これマインクラフト多少わかる人じゃないと難しいかもしれないですね。ということで、マップはね、概要欄に貼っとくのでぜひ見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃら。